ちょっと待って <laughs> こんばんはちょっと今日手持ちなんだよ iPhone でやってるからさやばいコメント早い3つしか見れない iPhone ありがとうこんばんは来てくれてテイありがとうこんばんはねコメント大きすぎてさ iPhone てかめっちゃ背景かわいいウサビとありがとう <laughs> お部屋がなくてさもうねこんばんはえこれ縦にした方がいいえ待って縦縦いいんじゃない 縦にしよう縦の方が見やすかったコメントヤッホーみんなコメント増えた3つあの3つから4つになったコメントこんばんはかわい,い子発見ありがとうヤッホー今日あのね配信そうやらせていただいてます 今日暖かかったで,すか、ね、でも今さお風呂上がりでめっちゃねあのー、何髪乾かしてやってるんだけどすごい寒く感じるこの部屋。ありがとう。 いいねなんかさめっちゃなんか連絡来てて来てて分かんないえメイクはあのリップとアイラインしかやってない肌は何もしてないあの消せるところだけ簡単に「こんばんは」ですね来てくれてありがとう。 今日さ、心寒かったあ千葉寒かった千葉寒いそうなのかね寂しかったえありがとうありがとうなのかな来てくれてありがとう奈々子さんが知ってたんですかえー、なんか 嘘びっくりそう本番中ですヤッホーなんか何話す <laughs> もうね配信難しくなってきたねうそ泣かないではるちゃんが笑顔にさせるはるちゃんの今年の目標笑顔なのでみんな覚えてるかな ハルちゃん笑顔ってやったんだけど可愛くて美人で最高ありがとう知ってる子がいなくなっちゃうってえっ <laughs> ななこさん会いたい悲しくて何も言えねえですかえありがとうなんか嬉しい 気持ちを整理するまで泣くの許してて分かった、ね、じゃあはるちゃんが笑顔にさせる笑顔のお花を咲かせますそうなんかねいろんな方から連絡来てすごいね嬉しかった、ね、でもまだね地元の子にはね親友ちゃんとかにも言ってなくて。 そうだから私の卒業を知ってるのかどうかなんですよねみんな地元帰ってもさあれみたいななんないかなって <laughs> そうなんですよあそれ花江ちゃんそう花江ちゃんの挨拶してみたそうム見てありがとうこんばんはねえごめんな今日今日に限ってコメントがめっちゃ読めない <laughs> 4つしかない 穴開いてもたしもたですか大丈夫可愛くて美人で最高ありがとうね直接会えるの多分1回だけですかねねはなえ花江ちゃんねそう花江ちゃんめっちゃ連絡くるんだよねなんか今までもさ連絡取り合ってたんだけどなんか今まで以上に連絡くるんですよ 花ちゃんからそう <laughs> ねえうしいあとなんかねえ凪ちゃん凪ちゃんがすごい悲しんでくれてて <laughs> 嬉しいこんばんは 顔近くてごめん、なんか。顔近ない。<laughs> ね、配信。こんばんは。へんでこりづらいね。ね。でも、リーダーがまだ残ってるので。リーダーに託します。 花恵 <laughs> ちゃんねめっちゃ癒やしだよね癒やしボイスめっちゃうらやましいはるちゃんも癒やしボイスになりたいこんばんはグザビトありがとう、ね、なんかちょっと待ってえちょっと待っててえ ちょっと待っててくれないこれ。なんか連絡来た。見たい。見たいけど見れない。え、やめとこっかな見るの。え、やめとこう。あとで見よう。え、なんか見たい。見たい連絡が来たんだけど見れない。 可愛くて美人で最高ありがとうえありがとうございますお疲れ様でしたってありがとうね楽しみますこんばんは寂しいってありがとうえわかんないんだよねいい話なのかわからないなんか連絡が来てるなん、ね、だろうこれは こんばんは <laughs> 師匠も初めてちゃんとお話しできたのがはるちゃんだって悲しんでたえ師匠ね師匠めっちゃそう師匠からも連絡来ただから奈良さんとあのはるさんと結婚できるように祈っときますって言っといた <laughs> ね師匠卒業撤回はしないねまだしないよまだっていうといつかしちゃいそう <laughs> 可愛くて美人で最高ありがとうヤッホーこんばんはねありがとう ね、千葉でも広めます師匠の技術そうまたまつげ教えてくださいって言っといたからまつげねめっちゃ下がってきちゃって伸びちゃってあお疲れ様ですありがとうこんばんはね結婚無理かねはるちゃんはできると思ってる。 みはるさんななら <laughs> どううだろうなんかしたいって言ってたのを聞いたから頑張ってくれってねえこんばんは卒業しても配信ですかえわからないですね,ねえでもでもねうんそういう気分だったら ししちゃうんじゃうじないでしょうか <laughs> <laughs> ねそういう気分になっちゃったら配信やってそうえねチャットの返信ありがとう皆さん本当にに、ね、昨日昨日とかまあ泣きそうだったんですけどねちょっとはるちゃんの笑顔をもっとに頑張ります <laughs> ね、笑,笑って笑わないと泣いちゃうから <laughs> めっちゃねヘラヘラしてるかもしれないんだけどね全然ヘラヘラしてないんですよこれ笑わないと泣いちゃうから <laughs> 勘違いさせてたらごめんなさい「こんばんは夢の国で会えるかもそうだよ」 ね、後輩みんなハウちゃんに感謝してたえー、ありがとう嬉しいねそんなに活動できてないんですけどねっ4期生ちゃんはすごいね可愛か,かったねすごいいい子たちこんばんはみんなのコマちゃん困っちゃうちゅうねこんばんはですヤッホー なんかさもうさボサボサになってきた髪嫌だ髪ボサボサなところ見ないでねいや卒業後ねある程度もう決まってない <laughs> あでもやりたいことは決まってますやりたいことは決まってるけどそれが叶うのかは分からない <laughs> ねそうなんですよ いつでも配信駆けつけるえ。ありがとう。8月になったら結婚できちゃう。確かに年齢的にそうかも。ね。今長文送信したんですか？返信したんですかえ。ありがとう。じゃあ見てみます。ね、こんばんは。え、ありがとうございます。卒業されても幸福が。 取るときイン泣くからえ待ってはいちゃん涙もろいんですめっちゃめっちゃ涙もろい <laughs> 泣いちゃうそれこんばんはこんばんは介護発見ありがとうえありがとうね楽しみますご飯行けたことすごく喜んでた後輩ですかえそれ多分えそれジュッちゃんかなね 分かんないね、配信してるけどちょっと見ないでくださいねちょっとボサボサになってるおしゃべり会えおしゃべり会したいですよねわかるオフラインで、ね、AKB さん <laughs> いないですね20期生さんい,かいないよ私はねオーディションすら受けてないです <laughs> え待ってオーディションや,やってるよね かな、ね、え,えたいですねありがとうございます、ね、何かしらの方法ではるかちゃんとの関わり続けたいってえー、ありがとうありがとうございますね <laughs> めっちゃ嬉しい え待ってタワーほんとだえプロポーズされたこれえっ、ー、ズッキーちゃんクマクマタワーありがとうクマちょっと見,見せたくないもの見せちゃうクマありがとう嬉しいね 指輪を受け取っときます。ええー。びっくりした。ね。答えます。どうせ、どうせでもいけるよ。<laughs> ね。ウェルカム。ね、ありがとうございます。皆さん。 はるちゃんともに卒業押しを押しなんだおたかつですか卒業できるの <laughs> ねしなくていいんじゃないでしょうか名前のところに違う絵文字があるから多分、ね、4期生さんを推してるんでしょうかこんばんはねえあやよいさん好きなんですかももちゃんねえ 私と同級生めっちゃ可愛いよねジュナちゃんねえ純ちゃんねいい子はる <laughs> ちゃんも大好きええ <laughs> ぶさびたありがとうねキちゃんが卒業したのベルちゃんと一緒に会いに行くって言ってるえー、なんかありがとう嬉しいねはるちゃんねえ も会いにいいつか行きます会いにふざけてありがとう呼ばれたら行こう赤ちゃん赤ちゃんそんなね結婚しようとしないしてないよ全然赤ちゃんは <laughs> そんなことないよそんなことないねえ5期生でですか多分もう二十歳になるから 無理じゃないかな5期生何歳までなのかなあマンマンさんくとかね姉さんみたいに配信してくれたら寂しくないので頼みますってえそうなんかママちゃんにね配信すればみたいなやめてもそうノリで言われたんですけどそうねハウチュンの 夢 <laughs> あやちゃんのなんかね気分でやるかも <laughs> 家族みんな配信すればって言ってくれてる千葉でもこっそりやっちゃうかもしれないね髪染めたいね <laughs> <laughs> ねえオタク卒業しないでよみんな、ね、えありがとうコメントから広げて話してくれるの好きでしたってえありがとうねえみんなと会えるようにはるちゃんも努力してみようかな <laughs> かわいく発見ありがとうね一切タフですでも嫁も欲しいよはるちゃんねはるちゃん嫁も作ろう 嫁も旦那も <laughs> じっちゃん隠し持ってたはるちゃんの動画チャットに載せてた嘘何の動画だろう何だろう最初に会った時に話した通りおた卒業しますって嘘でしょえやだやだやだ,やだ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 しないでしないで永遠にはるちゃん推しで <laughs> <laughs> ねえ <laughs> ねえそんなねえ <laughs> 畑行こうみんなに会いに行くこんばんはねえはるちゃんさんね奈々子さんと絡みあるのかなでも全然会えてなくて寂しいですね会いたいねえ一番最初に「エサ恋さラジオ」で。 あのー、出演させていただいた時に菜々子さんが MC だったんですよ菜々子さんとマッシーさんそうと優ナと私でねえだから菜々子さんとねお話し,したいみんなね染めえでもね染めたいんだけど やめたほうがいいってそうやめやめたほうがいいって言われたね会えるにわせしてない <laughs> ねえ会いたいけどねねみんなみんなのコメントはいつでも拾うよおフいですかできるのできるあ待って麻生純奈って言いながらパンチしてる動画ですかあれ 勝手に撮った動画かな勝手に撮った動画だよねえはるちゅんそうあそじゅうなって言いながらパンチしてた携帯借りてねえこんばんはかわいく発見ありがとうかわいくて美人で最高ありがとうねチャットですかえチャットって継続できるのかね ねえでもはるちゃん日常つまんないからなはるちゃんの <laughs> はるちゃんの日常つまんないからなお笑い芸人南川になりますかねえ私カタカナの南川になろうかな本名こんばんはブザざけトありがとうねえ南川さん 南ですやっほんこんばんはエッサ聞いてくれたのありがとうなんかコメントめっちゃ動いちゃうごめんコメントポーンってどっか行っちゃうこんばんはねフランボワーズさん行きたいね行くよ絶対だってパパちゃんとママちゃんめっちゃ気に入ってるもん家族みんな気に入ってる 昨日のこと一回忘れてまた来ましたってありがとう二十、ね、歳の晴れ晴れ姿ですねこっそりね見せれたらいいねえそうだよねわかるねこんばんはそうえじゅっちゃん大切にしてくれてるのありがとうおしちゃん大量卒業で涙枯れるえ、ね、ごめんねこんばんはあ継続できるんだ あなんかゆめさんが継続してるみたいな聞いたことあるゆめさんのさチャット撮ってみようかな <laughs> そうこんばんはかいこはっけんありがとうね南川カタカナの南川っていう芸名でえそうだよねなぎちゃん 落ち込んでましたよ。ってびっくりしました私も。なんか一回配信止めて私なんか私に連絡くれたみたいで、そうなんかママちゃんママちゃんだっけなんか家族が教えてくれてナギちゃんが配信止めてたよって一回、そうえーってねカワちゃんも継続でいいですか？カ <laughs> ワちゃんやばい。 ねいやいいよ全然「南川って言うなってね南川って言うなってそれ継続にな,なるのアルファベットの「南川みかは Y がもらいますって是非 <laughs> あげるいらないから <laughs> 誰も使わなそうじゃん アルファベットの南川ってね大変なんですよ私小学校3年生の時に苦労したんですあのね小学校3年生からなんかローマ字に習うじゃないですかでそうなんかみんななんか苗字3文字とかが多くてで私5文字のそうなんか書く時が大変だったのそう5文字だし苗字。 ねそれだからローマ人にしたくないんですよめっちゃそうめんどくさくなっちゃって大変でした昔ねいてくれるだけでいいちゅんえありがとうあ安田ヨーグルトさんが好きだから聞いてるのねえありがとうございます ね、フランボワーズさん今日行けなかったごめんほんとにね行きたかったんだけど行けなかったこんばんはね晴れ着フランボワーズさんに晴れ着晴れ着姿ですかそれ飾っていいのかなねそれはねマスターに聞かないとね劇場通ってたの前 えー、ありがとうございますちょっと腰痛くなっちゃったからちょっと移動しようよいしょここだここだちょっとここね毎日配信どうだろうかはルちゃんは毎日続けるのかないや毎日配信続けないんじゃないかなりえのもはルちゃんも二十歳のお祝いできないのつらすぎるって乾杯したかった えじゃああれですねね乾杯できるように頑張る <laughs> できるか優しいありがとう嬉しいかわちゃんあかわちゃんね確かにかわちゃんだ初めて入ったパーティーではるちゃんと歩けたのが思い出ってえしいありがとうね かわいこはありがとうソロマ字10文字だから長いよね長すぎるよねここ、ここら辺映したいえ、ここ、ここでいいんじゃないここえ、どうえ、ちょっとやだな <laughs> お疲れ様ですありがとう、えー、今日スマホ向き違う 違うんですよ今日は iPhone でやってて手持ちでやってるねそう手持ち配信ちょっと疲れてきちゃった手が、ね、手が疲れちゃったコーラで乾杯しようミルク羊羹見つけられないのいや 7月ではるかちゃんと会えなくなったら誰に誕生日祝ってもらえばいいのよって <laughs> 誕生日ね誕生日心の中で祝ってる受け狙い何回るちゃんのアクスタ永遠に飾ってくれるのありがとうね今日縦だよ今日いつも横なんだけど縦で配信してるもう疲れちゃった ずびありがとう定期的にフランボワーズさん通うからって <laughs> ありがとうございます多分マスターも喜びます可愛、はい子発見ありがとうめっちゃ通知くるなペンペンも卒業しちゃうねしちゃいますね絶対めっちゃ通知くるおめめかわいいありがとうかわいい ね、カエル気づいてたよありがとう介護派遣ありがとうなんかついてるちょっと待って取れないなんかめっちゃ通知来るこれ誰だめっちゃ連絡来るんだけど誰誰ですかベストポジション見つからないこんばんはですね ありがとう。公園ね。いつだろう。フォローしましたって。<laughs> これガチ。ね。え、絶対嘘じゃん。ずっと前からフォローしてないのこれ。ね。お風呂をゴーしてくるいってらっしゃい、お風呂。朝配信でコメント読んでもらえるの。嬉しかった思い出。ありがとう。 またするよ朝ねえこんばんはベル始めたねえベ,ベルベルベルそう僕ちゅんの誕生日もお祝いするからちゃんとみんなの誕生日メモしてるんだからハルちゃん 今メモ帳持ってないけど7月のどの日になっていいように上司に今日すぐお願いしてきましたってえっありがとうねこんばんはパーティー公演ワンちゃんですね 私が知ってる限り分かんないワンちゃんじゃないですか清楚で可愛い子発見ありがとう朝、ね、配信いつかしますねちょっと最近はできなそうだけど千葉ず永遠ですかねなっちゃんいいのかななっちゃんこんばんは今日満点の可愛いさ 色紙見てきたよってありがとうあのノートね落とさない絶対ハチュんの部屋に保管してるからそう、ね、昼夜なのか夜だけなのかどうだろうってどうだろうねこんばんはかわいい子発見ありがとうこんばん なんか充電の減りめっちゃ速いんだけどめっちゃ速いハヤちゃん70何パーぐらいから始めたんだけどそうでもあの今49パーなんですよ こんばんばはいってらっしゃいまたねん。卒業撤回希望ですかえ、撤回できるんですかできないできない。こんばんは。昼夜ですかどうだろうね。オンラインより前か後になるかもあるよねって確かに。オンラインって21だっけ 23え待ってこれだよこれこれが問題ですよあのはるちゃんさ歌唱力とさ日にちが混ざってるどっちだ2123あれいつだっけ21だっけあごめんなさい21だったね。 オンライン混じっちゃった <laughs> そう歌唱力と混ざるめっちゃ、ね、ごめんごめんなさい21位かそうですねこんばんはねぜひ来てください思い出の T シャツ着て来てくるのありがとうこんばんはね あんまり劇場行けないからもう会えないのかなってええー、ねえまた会おう、ね、49になってるよえそうだよね9時9時ぐらいから「金スマ」そう録画してるそうなんです最土日どちらかと思ってたって最終の公演 はあちゃんもそう思ってます。卒業撤回できるっていう前例ですか。作る。作らない。ね <laughs>。歌唱力頑張ったなって。<laughs> 歌唱力出てない。 え去年のですか去年だったら頑張りました中品目以上にオすアイドルですかえいるやんいるいるいる多分ねスイズさんとかどうですか <laughs> スイって書いてあったからスイズさんって言ってみたこんばんは かわい,い子発見ありがとうなんか今回あれですよねなんかアイドルのなんだっけアイドルの会らしいねえ金スマ見ますちょうどい1ヶ月後がおしゃべり会なのえなんか早いね1ヶ月ってやばいかわいく発見ありがとう「こんばんばはこんばんは」って言っちゃった こんばんばはね初めての T シャツか生誕の2枚どちらかにするかめっちゃ悩んでるそれ悩むねハウチもめっちゃ悩むな <laughs> どうするかね枠少ないのかなわかんないこんばんは争奪戦になるのかねかわいいご発見ありがとう 可愛くて美人でセクいありがと、ね、アナクリね、歌ってみたかったんですよ。歌ってみたかった。どうですかね。ね、NGT。みんな歌うまい。ね、はるちゃんはちょっと苦手だけど。でっかい、できない。できないよ。 ルカちゃんと一緒に新しい道を進むことにしますってえありがとうぶざびたありがとうこんばんはオンライン不具合で何してもらってないのかなハイちゃんと話したいえありがとう可愛くて美人で最高ありがとうみゆみゆさん通知来たハイちゃん通知がさめっちゃ多すぎて全然来ない <laughs> 決めても悩む、ね、ちょっと考えとくどうしようねどうしようこんばんはチバズで歌いたいよねなんかなっちゃんがねハルと歌いたいって言ってくれたそう穴栗ねカラオケでもえやろうかな話したいことたくさんありすぎるから困るってえなんかありがとう 声ゃんの声本当に癒されるから好きだよってありがとねこんばんは10人ぐらい不具合だったのやばいねミニ劇場ね懐かしいそれそれやばいやばいねミニ劇場考えてないよえやるのこれえっ私やら,えや,やらないでしょ え、やるのこれえ、どうなんですかえやっ <laughs> ねえやるの <laughs> ねえ,え誰かやってください <laughs> 無理ねえ何すればいいのこれえ私じゃないよね絶対あれやってたっけみんなかわい,い子発見ありがとう声以外も全部好きってえありがとう なつきちゃんとコラボ配信ね、したい。する。最初はうちの孫ちゃんとスイスイだったちゅんけど、今はチュン姫が一番だったちゅんよって。一番だっちゅんか。え、ありがとう。ヒロカッぴの通知ですかえ、なんかね、通帳多すぎて、何が何の通知かわからないんだよね。これ。ね、ミニ劇場懐かしい。リリノの時もやってたあ。え、やってたかやってたか。 確かにえ何やるの <laughs> はえ私がやるのこれ私かねあの私以外のみんなでえ私な何,何やるのこれね南川を最終戦ですかどうしようねなんね歌唱力メンバーで歌ってたいやリレーの時は あ分かった思い出したレーナの時はっ期みんなで歌った下の名で下の名とあだけかねそう歌ったそういうで前座であの歌唱力メンバーが出て。 セカーをやった換気休憩ですかえ換気休憩あるんじゃないですかえわかんない。ね俺でもいいってあぜひ、<laughs> ね四4期生となんなんんかですかえ何するえっあ確かに19歳の生誕祭ね 落選で泣いたので卒業パーティーは絶対入りたいってね祈っときますこんばんは優しい声ですかありがとうこんばんはヘンテコリーズでなんかですかあ確かにそれもありなんか私さなんかいろんなさグループユニットユニットではないな架空のなんかチームというか作りすぎてなんか思い出がいっぱいありすぎて ほんと、ね、にメンバー選べないんですよ私 <laughs> ねいろいろねねいっぱい作りすぎてそう選べないメンバーミニ劇場はね DMM さんなしなんですよ バスケットボール指人差し指でくるくるできるかな今最近本当にやってないこんばんはりりのちゃんの時めっちゃ泣いたはるちゃんもそう俺たちの換気休憩復活熱い <laughs> 俺たちの換気休憩ねはるちゃんも換気休憩熱いと思う復活ねしちゃうよね復活するのかどっちなのか ね前座そう前座でやってたはるちゃんの雰囲気やお顔や声好きかもって好きかもなの <laughs> 好きになってくれてもいいよねヘンテコリーズとチャチュンとか、ね、あとチバーズあと伝説の三連 あと何だろう難しい何だろうあとあと何かあったっけねチーム J チーム J もそっかあと焼肉部 勝勝手に勝手にに焼肉部作ったあとねもえもえともえとは私であれですよねボケツッコミペアですよね漫才漫才よくやってた <laughs> 漫才なのかねいっぱいやってたねえ成人式ね 南海はるかのゲイですかえー、でも私そんなにゲイやってなくないでも4期生のバラエティー担当はえこまちゃんこまちゃんじゃないのこれえなんかこまちゃんがお笑い担当じゃないのわかんないはるちゃんの師匠どうなんですかねいやわかんないですね 壁紙外し配信ですかあ、できたらいいね可愛い,い子発見ありがとう南川って言うのが聞けなくなるの寂しいってじゃあいつでも言ってあげるよ <laughs> 録音しとくこれね、はるちゃん好きになりますってありがとうね、こんばんは可愛い,い子発見ありがとうはるちゃんと萌ちゃんははるちゃんの方が絵うまいです これれは譲れない萌え萌えがちょっとお,お下手なんですそう覚えてないくらいいっぱいあるんですよそういっぱい作,作ったんですよねそうんこんばんは。 伝説の三連燃えるちゅんですかえ、ありがとうこんばんは大竹って言うなですか引き,継引き継ぎですかえ、でもさ、それさ大竹って言,わ言っても何言わ,言われたくない人がそれ言わないといけないからなんかナギちゃんがなんか関の山って言われたくないみたいな なんか配信ね前見たときにそれ言ってたの見たんですよ私だからぎちゃんにたすた託すそう「関の山って言うな」って言ってたの見,た見ちゃったんですよ私そうあれなんか10ちゃんの通知だけ来るんだけど いや、さっき通知紛れたのかな配信のねまつげ担当確かにもっちゃんお下手ですそう私より多分南川軍団ですかえ結局入ってんのかな誰かわかんないけどすいずさんが入ってるので 水槽さんに託します。ね、勝手に水槽さん入れました。なっちゃん。なっちゃん入れた。磯丸っていう名もあるの。嘘。ね。俺も見てた。関の山っていう名は <laughs> あーちゃんも見てた。そう、関の山っていい名前だよねって。<laughs> <laughs> やばいそれねえぎちゃんハちチュウちゃんとめっちゃ仲良,仲良くなったそうリハ期間でそうなんですよそれをね昨日語ってくれてて配信見てたときにそう嬉しかった <laughs> ねそう可愛くて美人で最高ありがとう 可愛いよみんなえ待ってみなみかわいいやつって言ってたの <laughs> 絶対嘘じゃん絶対嘘じゃんそれ <laughs> ねやばいそれえぜえ待ってえいいねみなみかわって言われたいなはる,はるちゃんも関の山って呼んじゃうけどそうしたらこんばんは ね赤ちゃん。え、お下手なイメージないえ、ありがとう。結構得意なんですよ。こんばんは、ね。MC でね、いつもいじられてた。はるちゃんが楽しみです。でしたって。え、ありがとう。いつもいじられてたはるちゃん。嬉しいな。 はるちゃん、そう、卒業なんですよ。実は。あと1ヶ月ちょっとですこんばんは。え、10チャート u i u は本当に私の軍団入ってるのこんばんは。あ、嘘何回。ね、お互いに言うなってハモるいいね。 うざびたありがとうえそうだカエル時間制限あっただけなんですよそうだから10秒ぐらいで描いたカエルがあれなんですよでもはるちゃん中学校3年生の時にカエル描いたことあって全く同じカエル描いてたね足がね 一緒だった全く同じカエルを描いてて <laughs> 成長してなかった高校3年生になってサイン入りの写真の絵めっちゃうまかったえありがとう嬉しいね頑張ってるんだからちょっと頑張ってる。 昨日はるかちゃんに出会ってから今日までを振り返ってたら眠れなくなったってうそ寝てんねちゃんとはるちゃんも寝てるから寝るんだよ今日はこんばんはふざけとありがとうえ何分で書いたんだろうね覚えてないんだよね1分ぐらいこんばんは ユタン南側軍団入ってって言ったら「えいいんですか?」って言ってた嘘ね <laughs> なんかありがたいメリーちゃんメリチューちゃんとのメロンパン対決ねまたできたら嬉しいね,ねなんだろうこれ 何は好きなのかなこれワインのお顔かっこよく描いてくれてありがとうなってえこちらこそこんばんは明日休みなのかはるちゃんはるかを思う夜にするから嫌だってえー、じゃあはるちゃんも起きてよかしらおたすつしますがはるのおじいちゃんになりたいってえぜひ ちゃんおじいちゃん,おじ,いちゃんおじいちゃんにならなくていいのに全然ねお父さん第2号とか <laughs>、ね、こんばんは西村軍団と南川軍団見てみたいですかあじゃあ負けそうな気がするまだ南川軍団少ない人ファミマのメロンパンですか食べてるの おいしそうあおパンチウウサギかなこれ履くの履かないののおパンチウウサギはえっとあの子だよねはるちゃんまあ好きだけど集めるほどではないです、ね、はるちゃんは あのお猿のジョージが集めてるんだけどねあ寝ますじゃあおそば軍団ですよねゆめさんたちと戦わないといけなくなっちゃうななこさんたちとね何第1号だろうこれこんばんは ペペイえペイ,ペイペイ送らなくて大丈夫。最近もらってないですよ、ペイペイね、大丈夫です。もらってない。ジョージ。ジョージ好き、ハリちゃん。ポぽちゃむもかわいいよね。料理室スで勝負しようか。頑張ってみようかな。ラブイズのガチャガチャね。 はるちゃん見つけたんだけどさどこでやったっけなんかガチャガチャ回したんですよ結構破産してしましたけどそう破産してあの今お財布の中身空っぽなんですよそうなんですよはるちゃんやばいのだから何もできなくて悲しいあ彼氏でしたか <laughs> 彼氏彼氏何人もいていいのこれ第1号っていうことうちのグループにもめっちゃ好きな子いるのどうなったですか北村軍団ないわかんないあるのかねあと東がいれば、ね、東西南北確かにね あづさんとか来てくれるかな NGT に東野さん東川さん東村さん東思い思いつかないえ、伊藤の塔が東の方もいるよねあで、あのー、なんか見かけたことあるこんばんは可愛い,い子発見ありがとう 何回やったんだろうはるちゃんガチャガチャ結構いた結構やっちゃったよえっとねえもうなんかかぶりまくっちゃって何回もやったんだけど揃わなかっただからもうやめたカエルのガチャガチャラブラにあるの<お>ねイジワルしちゃったん 北村軍団あったとしてもすごい弱そうユ優ハがねほわほわしてるからねユーハなんかなんか弱いというかなんか癒しい系だよねなんだろうなんかほわほわしてるよねめっちゃなんかはるちゃんのお姉ちゃんに似てるんですよほわほわ系がはるちゃん困ってますそうパパちゃんあパパちゃんには言わなくて大丈夫はるちゃんね意外と ねえ意外とねえないから <laughs> 意外と「持ってます」とか言おうとしたけどほんなかったなかったですふざけてありがとうキャリーパミパをミ3回言えないはるちゃん早口言葉苦手ですこれキャリーパミパミキャリーパミキャリーパミあ言えたあ伊藤淳也さんですか あのサッカー選手の方ですよねはるちゃんあの前のさ前のサッカーで覚えたんですよ前ね東国丸さんとか確かに全部揃えてプレゼントしなくて大丈夫よね大丈夫大丈夫伊藤四郎さんそんなか東さんとかねいいね ねそう。シルバニアの開封式配信、急に思い出した。えー、なんかありがとう。しい。こんばんは、かわいく発見ありがとう。ねえ、優陽ちゃん、ボスキャラじゃない。え、私は私、ボスキャラっぽい。ね私、結構ボスキャラっぽい。こんばんは。 の配信やっぱり楽しくて可愛くて癒されるえありがとう嬉しいね嬉しいえ1,000円5,000円1万円ってね今のしかわかんないなんか変わるらしいですよねなんか渋沢栄吉さんみたいななんか梅子さんみたいな。 あと <laughs> あれ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 ちょっと待ってもう,もう分かんないもう分かんないですあれもうええ,え待って分かんないですえちょっと分かんない次な誰だ どなたですか、渋沢。え、渋沢さんだよね、あと梅子さんいるよね。あれ。待って、みんな覚えてるの、これ。矢沢永吉さんじゃないよ、絶対。ね、それどう答えるのが正解なのかって、私がボスって言えばいいんだよ、これ。ね。 え渋沢さんと梅子さん合ってるえすごっあと南川遥一万円札ありがとう私じゃんえ誰どなたでしたっけ待って思い出したいねお札変わるんですよいつ変わるのか分かんないなんか今今みたいななんか すぐすぐみたいなこと言われてるけどさいつ変わるのこれ野口英世さんと樋口一葉さんとやばい矢沢永吉さんしか出てこないちょっと待って違うよ矢沢永吉さんなわけないやばい 幸千だ幸千何幸千でしたっけやばいなんかもう混ざってきたもう何も分からないねえ幸千幸って寄ってったら福沢だ みんなありがとうねもう分かんなくなっちゃって <laughs> ちょっと腰が痛くなっちゃったもう疲れちゃった <laughs> 1時間もさ普通に座ってたら疲れちゃったもうさ寝転がりたいこんばんはね そんな下の名で呼ぶ関係じゃないよ。はるちゃんが一方的に知ってるだけだよ。3時間も配信しないよ、はるちゃん。こんばんは。お財布の中に全部ないね。私、小銭しかない。あの、ガチャガチャやりすぎて小銭しかない。はるちゃんはね、あの、姉ちゃんとママちゃんに借金してるんだから。そう。 そう返す返すって言いながら返せないのお金がなくてね樋口さん樋口じゃないのゆえっ、ー、と諭吉じゃなくてなんだっけえっと何だっけえ何さんだっけあね多分パパっちゅんあパパちゅんじゃない間違えちゃったママちゅんと姉ちゃん忘れてる野口さんだ野口さんを 一,あの一人ずつね借金してるんだからねそうちゃんと返すんですよそうでもはるちゃん外最近出なくてそうなんか「いらないよ」って言われた「いるよいらないよ」じゃないよね返すよね ひどいなんかアレチュンアレチュンひどいよ、ね、アレチュンにさねじゃ最近天気悪くて歩いてないじゃあアレチュンにさお金ない人には、ね、お金ないから大丈夫だよってハルがお金ないみたいに言ってきた <laughs> お金ない人から取らないよって言われた返すよ やだなんか意地でも返したくなったねっはるちゃん覚えてんだから借金してることね返しますちゃんとあさってぐらいに返したいねあさってぐらいに外出る予定だからね明日は絶対外出ないぞ <laughs> 最近さね外出るのちょっとね ちょっと辛くて歩けないないんか最近あの筋肉痛になってそう外出るのがちょっと辛くて可愛い,い子発見ありがとう。いや、姉ちゃん来てないよ、全然。いや、違う、パパちゃんからは、じゃあ、パパちゃんに借りてないもんかね、もらってるだけ。 3日間歩き過ぎた本当にでその次の日も歩いたんですよ歩いたらなんかもう足がやばくなっちゃってもう筋肉痛やばいみたいな足の裏までなんか限界来ちゃってたみたいでそれでその次の日から歩くのを控えたで筋肉痛治そうと思って、ね、一気に歩くとやっぱり向いてないみたい そう足ねマメはできなかったでもねマメねできそうになったねねみんなさよくマラソンしてますとかさなんかすごい歩いてますっていう方さ散歩してますっていう方多いんですけどなんかハルチもさねやってみたら向いてなさすぎたねだから徐々に徐々にね歩いていこうかなって思って。 ね向いてなかったね向いてなさすぎあとちょうど松葉も行きたいしまつげがねなんか伸びたんですけど下がってきたね運動しないとなって思ってね散歩すること あるけどクロックスで歩いたら足が擦れて痛かったってえー、それはそうかもクロックスねなんか散歩なんかすごい好きだけど歩くのに向いてなか向いてないかもね元気がないとできないかも確かに運動一切してないあじゃあはるちゃんと一緒じゃん今の今のはるちゃんと同じ状況だからはるちゃんちょっと運動しようかなってちょっと 頑張ってるね足の裏豆だらけなの大丈夫それオレンジのクロックス欲しいのえ、あるのかなはるちゃんピンクのクロックス持ってるそれは私のじゃないんだけど勝手に借りてるねあの実家に帰った時借りてるんですよ あれ誰のなんだろうピンクのクロックスあれは誰なの誰のなんか足のサイズみんなさ似ててさたいち姉ちゃんの履けるんだよ姉ちゃん2以外アいちュン2は小さいから無理だけどそうママちゃんとか姉ちゃん1は借りれるからねあれ誰のなんだあママちゃんのだった <laughs> 履いてるる人見たことあるののオレンジククロックスどこで買ったか聞けなかったってマジですかねはるちゃんも聞けなそう絶対はるかちゃんはクロックスあのサイズあの急にサイズが変わって捨てました <laughs> ね急にさはるちゃん足のおあの足,足大きくなってなんか入,れ入らなくなって捨ててそのまま買ってない 何色買おうかなそうだから借りてるんですよ c 勝利なんですかわかんないブザビットありがとうかいこはっありがとうおそれしようと思って聞いたけど捨てたなら俺も捨てなきゃて <laughs> 捨ててなくて大丈夫よ <laughs>、ね、はるちゃんは入らなくなって捨てちゃっただけだからそう でなくて大丈夫履けるなら可愛い子発見ありがとうホームセンターで売ってた明らかに偽物の安いクロックス愛用してるのあそうなのいいね何これが外外反棒何それ怖いなんだそれど,ど,ど,どういう意味それ <laughs> なんか動揺しちゃってる とど,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 どういう意味ですかそれかわいく拝見ありがとうねクロックスはるちゃんも欲しくなっちゃった、ね、外反母趾ですか何ですかそれこんばんは何色かえどうしようえー、難しいねクロックス えー、むず難しいよ難しい難しいでもオレンジ探すあるかなこんばんはちょっと首が痛くなってきたうん え、いいよいいよいいよ、待って大丈夫だよプレゼント大丈夫だよね大丈夫よ自分に、自分にオレンジ顔 <laughs> 自分用に、ね、確かにサイズあ曖昧だよね 難しい。難しいよー。同じの二つ買うの。え、なんかありがとう。ね。全然。選んで。ほしい。ね。お揃い入っちゃう嬉しいと思う。 あ、サマーグッズ出た今今出たやばえそうだよそうツインテールなのみんなみんなハーチョツインテールだよあの卒業するから卒業するからそうツインテール <laughs> ラストツインテールした めっちゃ可愛い珍しくないそうめったにやらない髪型にしようと思ってツインテールにしたえはるかちゃんの動画どうだろうわからない得点どうなんだろうねえ待って得点のさ LINE だったかななんかめっちゃ送られてきたんだよ めっちゃなんか来ててえちょっと見に行っていいえ何の LINE か見てきていいちょっとちょっと待っててちょっと待っててごめんね。